皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土パフォーマンスです。今回は新型ゴーストマンスリーの続きをお伝えいたします。こんな感じでもう早速バラバラになっております。多分日本最速バラバラのゴーストじゃないでしょうか。結構こうごっそりなんで、ゴーストの場合なくなると前側がえらいことになっております。で、毎回これちょっとどうでもいい情報なんですけど、割とこの辺も結構なんか剥がすと BMW のマークと品番等なんて車かと思ったら、ちょっとこういうパーツとかもちゃんとロールスのロゴが入ってたりして専用パーツになってるみたいです。で、あとあのバンパーのところ、ここセンサーが入ってるんじゃないかっていうことだったんですけど、開けたら配線が何もないんで、多分センサーなし車とあり車があるんですかね。この辺が多分このそれぞれ前、左前右前を見てるセンサーが多分あるのが多分オプションであるんじゃないかなっていう感じです。で、ちなみにこれはデイライトの配線です。はい、もうデイライトの配線が準備済みでございます。で、あとはこんな感じで、あとこの辺のコアサポートの発泡スチロールなんかも RR って書いてあるんで、多分これもロールスの専用のパーツっていうことで品番分けされてるんじゃないかなと。はい、さすが開口部でっかいっすよねこれね。で、前回あのちょっと紹介するの忘れちゃったんですけど、今回はあのキャリパー、キャリペンとかしないでそのまま行くみたいです。まあロールスもともとこのグロスブラックでかっこいいのと、まあロゴもシンプルなんで、まあもうプラスアルファなんかちょっとこう差し色入れてやっていくとかっていうんであれば、まあ塗り替えちゃったりロゴ替えしてもいいのかなと。で、今回は本当にソフトキットっていう感じなんで、まあこの辺もノーマルで行くみたいです。で、あとはサイドスカート一応アドオンなんで、横は一切バラさない作業内容になるみたいです。そして後ろに回っていくと、後ろはもうカッターが延長されて準備されてたりとか、はい、で後ろはこうやってブラインドのセンサーが入ってるんで、まあ、この辺にちょうどカーボンじゃない素材のバンパーがくっついて、まあ、そのままセンサーが反応できるようになってるみたいです。いやー、こんなにバラバラになってるゴースト他に多分まだないんじゃないでしょうか。そして続いてエアロパーツもかなり塗り上がってるみたいなんで、ちょっと様子見ていきたいと思います。続いてこちらがもう塗り上がってるバンパーになるみたいです。で、まだ肌が全然こうちょっと柚子肌なのと、まあところどころこうダストなんかも入ってるみたいなんで、多分これから仕上げていくんだと思います。多分ツヤも全然足んないんで、多分クリアも後で聞いてみたいと思うんですけど、もうちょっと多分塗り重ねるんだと思います。こんな感じで、で色がやっぱりちょっと難しかったみたいで何度も塗り直してるそうです。で、リアバンパーなんかももう塗っちゃうとカーボンなのか分かんないんですけど、あのしっかりドライカーボン製のガッチガチのマンスリーのカーボンなんで。で、あとはこの辺のフロントバンパーが、3ピースぐらいの構造になってて、ナンバーのところだったりとか、あとグリルの脇のところだったりだとか、その辺が全然別パーツになってるみたいです。こんな感じで年末大忙しでペイントがされております。そしてサイドスカートが、これ多分今クリアを塗って研いで塗って研いでの途中だと思います。クリアの層がもう最初の状態から多分かなり厚くなってるのがお分かりいただけると思うんですけど、それをさらにこう肌を整えて、まあ、巣穴を全部埋めてたりして、もっと分厚いクリアの層にして取り付ける感じになるんだと思います。続いてこれがリアの、なんて言えばいいんですかね、バンパーの下のところ、ディフューザーじゃないんですけど下のスポイラーのところみたいです。やっぱり塗るとツヤ感が全く違うんで、多分これも多分塗り重ねていくんじゃないでしょう。これまだクリア1回2回ぐらいですか。あ、これ完成形ですか。はい、これは仕上がってるみたいです。かなりこうツヤ感が、はい、だからこれ車につけた時の存在感はおそらく半端じゃないんじゃないでしょうか。そしてここにまあカッターがついて、はい、っていう感じになるんだと思います。で、あとバンパーと組み付けて車に取り付けてっていう感じになると思います。現行型はこう3ピースのリップみたいになってるんで、ここの真ん中、これも多分仕上がってんじゃないかな。はい、真ん中と、あ、これしかも分解するとやってまいりました。ちょっと相当動かしましょうか。はい、分解して初めて見えるマンソリーステッカー細川って、あ、やっぱり書いてありますね。はい、あのボンドグループがオーダー入れた分に関してはこうやって細川のロゴもしっかり入ってると、はい、そしてあとこっちが横のリップの3ピースのそのサイドの部分ですね、のパーツになってくるんだと思います。あとこれなんだろう、これあれかな、ウォッシャーの蓋とかかなでしょうか。まあ、この辺なんかも多分そうだと思います。あとナンバーベースも、これもう何回も何回も動画で紹介してますけど、エアロ取り付けして、まあ、車によるも車にもよると思います。まあ、やっぱりナンバーベースがちょっと浮いちゃったりとか、
まあ、浮いちゃうって物理的に浮いちゃうんじゃなくて見た目的に浮いちゃう場合なんかは、まあ、エアロパースとかそのボディ同色に合わせてこうやってペイントしてあげるとかなりそれだけでも質感が高くなるんで、まあ、この辺なんかも、まあ、もちろんエアロパースつけなくてもあのおすすめのカスタマイズになりますんで、まあ、お気軽にご相談ください。僕つい30秒前ぐらいに3ピースって言ったんですけど3ピースどころじゃなかったです。5ピースぐらいでした。はい、横のサイドの部分とあと立ち上がる部分も別パーツみたいです。こんな感じでこれ部品定数がこんなに多いのに組み上げた時にちゃんときちっとこうチリとかもバッチリ揃って組み立てられるというのは本当にすごいエアロパーツですよね。でカーボンパーツもそれぞれこうやってステッカーが全部裏側に、まあ、この辺も組み付けちゃうと見えないんですけどしっかりこんなのも入っております。まあ、この辺は多分ザラザラのパーツを塗ったりとかだと思うんですけどこれなんだろうね。車ちょっとごめんなさい車種が分かりません。でこの辺もあの塗ればいいってもんじゃない大事じゃなくてこのザラザラも研ぐのも大変だしあとはこれ熱かけて結局乾燥させるんですけど熱かけてった時に歪んじゃうとだから結構な、いろんな大変なノウハウがないとこういう風に仕上がらないみたいです。あと他のパーツなんかも、まあ、カーボンパーツだ結構カーボンパーツなんかとそのままつけられるものもなくはないんですけどやっぱり質感だったり耐久性アップさせるんであればまあ、クリアを入れて研いであげると全然仕上がりが違ってきますんで、まあ、お気軽にその辺もご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。そして完全に寄り道ゴーストの純正バンパーを発見いたしました。ただいま側から見たらバンパーってなんか形だけ違うだけでそんな変わんないかなと思うんですけど実際はゴーストのバンパーってこうめちゃめちゃグニャグニャアベンタドールのバンパーとかってもう怪我するぐらいこうカチカチそしてこの素材も分厚いんですけどゴーストとかすっごい柔らかいんですねこれ。そして裏側こんなことになっております。 PDC パークディスタンスコントロールかなだっけ、はい、のセンサーが、まあ、一応4箇所ついてるだけなんでやっぱりその端っこはオプションですね。こんな感じでブラケットだけバンパーのインナーにあるんでこれが多分なんかオプションかセンサー追加でつくんでしょう。こんな感じになっております。あ、この辺も全部やっぱりロールスのロゴになってんだね。これケインフックの蓋もちゃんとロールスロゴでそして純正ペイントは割とワイルドっていう、まあ、この辺多分置いて塗った後じゃないでしょうか。そんなこんなを言ってたらなんと偶然にもアベンタドールのバンパーが置いてあるというありがとうございます。もうアベンタの分かりますでしょうかめっちゃ硬いんですよバンパーこれ当たったら怪我するでしょうっていうぐらいカッチカチもう大体この形状があのこうボンって置いてキープできてるっていうのでなんとなく硬さは想像いただけるんじゃないでしょうか。こんな違いが結構あったりするんですね。というわけで入庫してる車の進捗をお伝えいたしました。作業動画もぜひご覧ください。モンドーチャンネルチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。